メ。おー、じゃなかったらよかったよ。こんばんは。にゃってほんとなんかデコ広い。寂しい、寂しいね。なんかやっぱずっと一緒に頑張ってきたからさ、同期の卒業はやられます。こんばんは。めっちゃ共感とかもする。スピーチ聞いてて共感ができて。こんばんは。デビアンハートありがとうございます。くやふやほー。デビアンハートありがとうございます。まっちゃん連盟してありがとう。選曲もどれも良かったよね。まっちゃんちゃん決勝ありがとうございます。こんばんは。島姫だれまさんありがとう。いいな、卒業ドレス真っピンクがいい。これでもかっていうぐらいピンク。これでもかとか言ったらほんまにショッキングピンクみたいになって嫌やな。薄ピンクでよろしく。なっちゃんちゃんペンライトありがとうございます。こんばんは。伊賀奈央ちゃん、だるまさんありがとうございます。なっちさん金ありがとうございます。こんばんは。似合ってないよ黄色。ほんまに大嫌いだからやめて。ゆっくん私服で黄色着てるの見たことありますか。何でも似合わなきゃ。ただ嫌いなの。年変わってからレモン採信した。こんばんは。お、2日連続で中に劇場やるかも。ありがとう、たくさん。こんばんは。特注なのかな、わかんないけど、ファンの方が作ってくださったらしいですよ。サイモンのジョーさん、ハートありがとうございます。サンマさん、ハートありがとう。シンチ君、ダルマさん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ちゃんでくくん、反対ありがとうございます。ね、卒業コンサートの中のドレスだったらあかりんさんのドレスが一番好き。
しんくん、ハートありがとうございます。こんばんは。君とならで行ける。そう、どんなに長い道のりでも君となら、あれ、どんな歌詞だっけ。タタ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 、シンくんハットありがとうございます。ペロペロシタンさん、かわいい、ありがとう。名曲多すぎんって思いましたけど、48の曲。ピンクのドレスの見たいけどまだ卒業しないでほしい。うれちい、そう言ってくれてうれしい。シンくん、ハートありがとうございます。こんばんは。デビアン、レインボースターありがとう。しんくん、ハートありがとう。みんなが会いに来てください、ちゃんっていうのに。じゃあ卒業しないです。竹の音でかい。たきいつさん、ハートありがとうございます。全然あのこうやってショールームでも会いに来てくれるのも会いに来るの一つなので。はい、せんくん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。今日さ、ピアスさ、耳通そうと思ってなんか通らなくて、なかなかどうしよう。あの、急に急にだよ。なちさん、だるまさん、ありがとう。こんばんは。もう優しいね、ゆなの。なんか明日っきゅっくん。こんばんは。ゆなに会わなきゃやっていけない。嬉しい。誰も完璧を奪われてく、君は完璧で究極なアイドル。婚礼さえ現れない一番星を宿してる。ああ、その笑顔で愛してるって、誰も彼も虜にしてゆく。ウィングさん、ハートありがとうございます。
そう。昨日は超ハードな日だったんですよ。聞く？昨日の一日、ゆっこの一日。昨日朝レッスンして、その後ショールームして、その後ミュート恵比寿さん行ってプリクラ撮って、その後学校行って、そしてベレー帽をなくして、それからベレー帽をなくしたバッドなテンションで衣装店ミーキさんとピカルンと見に行って、それからピラティス行ってって帰った。ゆっくんの一日はあ、好き。泉たちからありがとうございます。なくした帽子を見つかったんです。たくさんいろんなとこ問い合わせて。そう、ほんまはさ、落とした瞬間気づいて、なんかあの戻ってさ見に行きたかったんですけど、でもね、ミキさんとかとみんなで約束してたの、約束の時間がなあったから、さすがにね待たせることはできないじゃないですか。だから泣く泣くないまま行ったんです。ほんと意外すぎる組み合わせの3人。ほんま？ベレー帽って洗濯機回さないでしょ。回せないと思う。まっちゃん、だるまさん、ありがとうございます。時間の言い方のくせ。まっちゃん、ハートありがとうございます。でもね、2人ともね、ゆな10分前に着いてて、10分前に約束してたのに誰も着いてなかったっていう。こんばんは。ゆっくん一人で衣装店でバリ気まずかったもん。あのファンの人にちょっと申し訳ない気持ちになって、気まずい感じで隠れてたけど。1105日おめでとう、ありがとうございます。ゆな割とな早く来がち、時間とか。え、そう、こんばんは。なんでもない日もいいの。その最近もずっと7時に起きるしね、おかしい。脳が休まってないん。このもう今日はいっぱい寝るぞって思った日もね、7時に起きちゃうの。どう思う？目覚ましかけてないんだよ。12時に寝ても10時に寝ても1時に寝ても7時に起きる。ショートスリッパ？こんばんは。年を取ったらそうなります。何もない日に7時起きるの一緒、運命？一緒にしないで。俺も冬色の銀河の時、物販の屋で待ち合わせして気まずかった。ゆっくんも気まずい顔してた。こんばんは。冬眠できない、冬眠できないタイプ。決まった長さではないが、ヨートスリッパで。そうなんや。
こんばんは。永遠に冬眠したい。多分もう追われてることが多すぎてさ、提出物だったりさ、そういう感じかな。なんかもう常に脳が働いてるのよね。そう、7時に起きてから二度寝できないの最近。こんばんは。だから朝ごはんを食べてる。ゆっくん、そういえばさ、小学生の頃は小学生の頃はいつも学校から帰ってきて、夕方のおねんねが好きだったの。学校から帰ってきて寝て起きたら昼ご飯の時間みたいな。こんばんは。夕方のおねんね。最近なんかそういうなんか日中に寝ることがないな。で、起きたらさ、やっぱさ、朝ごはん昼ごはん夜ごはんの中でね、夜ごはんが好きなんですよ。なんせ豪華やから、夜ご飯が一番。なんかあの朝ご飯っていうさ、外のさ、例えばなんか朝定食みたいなさ、あのさ、鮭みたいな、納豆目玉焼きみたいな、ザ朝ご飯大嫌いな。あんな、こんばんは。大嫌いではないけど、ゆなはあの美味しいのが好きだから。こんばんは。だから朝起きて夜ご飯だったら嬉しい。朝起きて夜ご飯、その小学生の頃、夕方寝て起きたら夜ご飯やって嬉しかった。こんばんは。でも一時な、朝から全然とんかつとか食べてたな。ねえ、ママね、ママ中学生の時とかいろいろ。確かに確かに。こんばんは。としくん、福くん、ありがとうございます。給食の好きなお献立、お献立って書いてる、献立はあのかやくうどんの、かやくうどんで意図的に入れるコツがあって、あの量ってさ、これで決まってるやんか、食器でも。なるべくさ食べたいから、ゆなは汁をあんま入れなくて、とりあえず具をめっちゃ入れてうどん入れるみたいな、もう汁ほぼなしみたいなっていう取り方してた。でなんか基本学校の子とか仲良かったからさ、みんなになんか青めでお願いしますって言って給食の時もみんなに もうおかわりできたりするんですけど、給食の時間って短いからさ、そのおかわりに行く作業もさ無駄にしたくないから、入れてもらう人にお願いして、一人一人あめでって言ってこんばんは。なちさん、ここありがとうございます。でみかんとかデザートとか、給食じゃんけんは女の子はなんか恥ずかしがって
なかなか行かへんから、ユナはあの男の子とかと混じって、いかにも食べそうなね、ビッグな男の子とかと混じってこんばんは、じゃんけんしてたわ。なっちさん、ここありがとうございます。マジこっちに来てくれたらあげたのに。そう、たまに食べんねやってました、その女の子とかね、その直接取引みたいな、直接取引ってあって、あのもう交渉でもらうんですよ。一回全体に渡らずに、みんながもう直接もらえるっていう、それを取引って呼んでました。取引しようみたいなこんばんは。なんかみんな牛乳嫌いで、まあ言うのもそんな好きじゃなかったんですけど、牛乳うち瓶だったんですけど、なんかみんなあんま飲んでなかったの牛乳で。さ、牛乳6個とか6本とか飲んでるさ男の子いてなかったですか？みんな飲まへんから。それ僕給食懐かしいよね。いやな、小学校給食やって、中学校は2年から、なんか途中から給食になって、え、給食室でも飲みに行ってた、すごいな。たまにさ、どこかのクラスがさ、あの給食当番の人がミスってさ、やかんっていうんかな、あの入れ物をさ落としてさ、周りに来たりしませんでした？余ってる方いませんかみたいなんで、お裾分け見て。いや、ほんまにな、小学生時代はおめっちゃおもろい話ある、たくさん。なんかすごい小学生生活送ってた、なんか変わり者やったから。小学生が破天荒すぎて、中学生で真面目になったな、校則が厳しすぎて。ちゃんと真面目は真面目やったからよな、中学校はマジで厳しくて、小学生の頃の破天荒さがなくなったな。担任に怯えて暮らしてた厳しくて厳しくて。小学校楽しかったな。中学が破天荒やった？やっぱみんな時期あるねんな。変な校則はある。中学生で、中学の時に腕まくり、腕まくりしたらあかんみたいな、腕まくりするぐらいなら半袖着ろみたいなルールで、腕まくり禁止でした。なかなかじゃない？腕まくり禁止ってどう思う？
な腕まくり普通になんかこうやるやんこれこうこうさあかんかったなこんばんはブラック校則なんかなそう微調整な寒くなったり暖かくなったりなするからうん、中学の時冬でもう手袋禁止だった軍手軍手はポニーテールも耳より上はダメみたいななんか高さで決まってたな高めはあかんかったここぐらいまでこんばんはね校則もなんか今思えば楽しい思い出ですよね校則があるかあったからでも高校生の時にねそういう校則から解放された時の楽しさってありますよねめちゃなんか給食の話とかも脱線しちゃったけど何の話したっけまた明日ゆなアップの方が可愛いんだとか言ってだから皆さん握手会でアップのゆなに会いに来てくださいバイバイバイキンマンみなのことバイキンマンって言ったどちらかというとカビルルンが好きなんだけどランキング読みますキクさん12位あゆ太郎11位おずま姫10位ひーたろ9位しんくん8位ちゃんでっくくん7位さとみち6位デビアン5位まっちゅん4位はーさん3位としとし2位なっちっちそしてはやりちはドゥルル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 なっちゅんちゅんでしたありがとうございましたではなっちゅんちゅんにもうセリフ3、2、1今日は最善でなっちゅんちゅんのこと見つけちゃいましたニコニコ嬉しかったよありがとうねちゅじゃあまた明日の髪型何にしようか迷ってるのでまた楽しみにしててくださいバイバイ